こんにちは。今回はこちらダイソーで購入しているポストカードのピンク、こちらの色を使ってポーチを編んでいこうと思います。こちらがアクリル 100%、 25g 約 140m 入っています。かぎ針が2号ですね。で、こういったのを使っていきます。中心部分から糸をそれぞれ出して3本取りぐらいで編んでいこうと思います。はい、こんな感じでそれぞれ1本ずつ糸を取り出して3本1本のようにして編んでいきます。で、今回8号で編んでいきます。で、輪をこう作って輪の中に針を入れて糸を持ってきて、立ち上がりを1にして糸をかけて輪の中に針を入れて、で、糸を新たに持ってきて3本を新たに糸をかけて引き抜き、中長編みで編んでいこうと思います。で、これが中長編み1つ目ということでマーカーをつけます。これで1、糸をかけて2、糸をかけて3、糸をかけて4っていう感じで、全部で12個、このマーカーのところから数えて12個中長編み編んでいきます。はい、こんな感じでこのマーカーのところから12目中長編み編んできたら、中心部分糸を引っ張って引き締めます。ぐっと引き締めて、で、この最初の中長編みの頭、ここに手前から向こうに針を入れて、で、糸をこう巻き込んで編んでいけるようだったら巻き込んで編んでいきます。それで引き抜きでつなぎます。で、これで1段目完成。で、また鎖編み2つして糸をかけて根元から中長編みを同じところに2つ編んでいきます。1、2で、1つ目のところにまたマーカーをつけていきます。2段目のいつもの増やし方で編んでいきます。糸をかけて1つの目に対して2つずつ中長編み編んでいきます。こんな感じにいつもの円の増やし方で中長編みで編んでいきます。で、円の増やし方は別で動画を撮っています。こちらリンクを載せておくので、よかったら見てみてください。その編み方で、増やし方で、中長編みで何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていこうと思います。好みのところまで増やしていきます。はい、こんな感じで底を広げてきました。最初12で始まって 1,2,3,4,5,6 段まで増やしてきました。で、一番最後は 1,2,1 つずつ中長編みして増し目で、1,2,3,4 1つずつ中長編みして増し目、4一つずつ中長編みして増し目の段で終わっています。で、サイズを測って進めていきます。だいたい直径が14センチぐらいになっています。以下参考にしてみてください。で、ここから、ここまでも中長編みで編んできたので、ここからも中長編みで側面編んでいこうと思います。2つに立ち上がって糸をかけて根元から同じように中長編み編んでいきます。これが1つ目っていうことで、中長編みの頭にマーカーをつけて、で、糸をかけて1つに対して1つずつ増し目なしで何段か編んでいこうと思います。1つに対して1つずつ中長編みを、ここから好みの深さまで編んでいきます。で、ここから側面1段目っていうことで、横にマーカーをつけて進めていきます。はい、こんな感じで側面編んできていました。で、ここで色を変えていこうと思うので、一番最後のこの中長編みの頭、糸をかけて針を入れて糸を引き出してきて、最後の引き抜きのところで色を変えます。で、一応ね、ここで何段だかお伝えしていきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 段編んできています。で、ここで色を変えていきます。で、こちらセリアで購入しているソルヒム、こちらのカラーナンバー7番を使っていきます。これがアクリル 100%、35g、105m 入っています。かぎ針が4号から5号です。で、こういったのを使っていきます。で、もう一玉出して、一玉でいけると思うので、中からと外から糸を取り出していきます。はい、こんな感じで糸を取り出して、2本取りで編んでいきます。こちら3本で編んできたんですけど、同じぐらいの太さかなと思うので、これでちょっと進めていきます。で、裏に10センチぐらい糸を残して割っていて、で、糸を持ってきて引き抜いて中長編み最後完成させます。で、最初の中長編みの頭、手前から向こうに針を入れて、今までのピンクと今の糸端巻き込んで、ここで引き抜き、それでこの最後の段閉じました。そしたらここから鎖編みを1、2、3目して進めていきます。で、3目したらこれは長編み1目として見ていきたいので、マーカーをつけていきます。マーカーつけたら、
糸をかけて今ここに目が入っているので、この根元のところ、この次から数えて 1,2,3 個目、ここに針を入れて長編みを1つ、長編み1つしたら鎖編みを1つ、糸をかけて同じ目に長編みを1つ、この繰り返しを編んでいきます。糸をかけて入ってないところから数えて 1,2,3 個目、ここに長編み1つ、鎖編みを1つ、糸をかけて同じところに長編み1つ、糸をかけて 1,2,3 個目、ここに長編みを1つ、鎖編みを必ず1つして、糸をかけて同じ目に長編み1つ、こんな感じでぐるっと一周同じように編んでいこうと思います。で、今までのピンクを1回ここで10センチぐらい手を残してカットします。で、持ち手のところでまた使っていきたいので束ねて置いておきます。ぐるっと一周緑で最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方までぐるっと一周同じように編んできて、このセットが編めたら糸をかけて 1,2,3 個目が一番最初の根元のところに行きます。ここに左側しかまだできてないので右側の長編みをします。長編みで間鎖編みを一つしてつなげようと思います。最初の立ち上がり3目のところ、ここに裏山手前に置けて、今こうした2本かかっているところで針を入れて引き抜きでつなぎます。で、ここで鎖編みを一つしてぐっと締めて、で、10センチぐらい糸を残してカットします。で、捨てて抜いて、で、ここでこの V の中からこのまた目を入れていきたいんですけど、色を変えていきます。で、ソロヒム、同じ種類のソロヒムのカラーナンバー2番を使っていきます。入ったのを使って、こちらも中からと外から糸を取り出していきます。はい、こんな感じで糸を持って、で、この V の中、立ち上がり3目の右側に針を入れて、で、ここでまた10センチぐらい糸を残して、で、押さえ直して糸を持ってきてつなぎます。で、鎖編みを1,2,3して、で、糸をかけて玉編みを編んでいきます。これが1,2,3,4、長編みをして、で、ここの長編みでしたいんですけど、立ち上がり3目も1目として見ていきたいので、この輪っかを出して、で、針をこの立ち上がり3目のところ、まあ、これはまあいつも裏山を手前に置けて針を入れるんですけど、取りやすいところを取ろうと思います。これで輪っかを裏から刺して、で、糸を持ってきて玉編みを編もうと思います。で、鎖編みを1つしたら、ここが最初っていうことでマーカーをつけます。マーカーつけたら鎖編みを2つ、2つしたら同じように編んでいきます。糸をかけて、ここは立ち上がりないので長編みを5個していきます。1,2,3,4,5、5回長編みをしたら輪を大きく出して、左手で持っておいて、1つ目の長編みの頭、ここに針を刺し直して、輪を取って引き抜きます。で、鎖編みを1つしたら、また別に鎖編みを2つ、糸をかけて次の V の中に長編みを5個します。この繰り返しを編んでいきます。2,3,4,5、5回したら輪っかを大きく出して、左手で持って、で、1つ目の長編みの頭、手前から取って輪をかけて引き抜きます。で、鎖編みを1つしたら別に鎖編み2つ、こんな感じで繰り返し最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じでぐるっと一周同じように編んできて、で、ここの長編みを1つにした鎖編み1つしたので、あと鎖編み2つして同じようにつなぎます。最初のこのマーカー入れているところ、ここに手前から向こうに針を入れて糸をかけて引き抜きます。で、ここでまた鎖編みを1つしてぐっと締めて、で、10センチぐらい糸を残してカットします。で、スッと抜いてぐっと締めて、で、あとで糸始末していきますね、全部。で、どこから始めてもいいんですけど、まあ、この、ここで終わっ
った右側のところに針を入れて、そこからまたピンクを使っていきます。また裏に10センチぐらい糸を残して押さえ直して糸を持ってきます。で、立ち上がりを1、2して、で、糸をかけてこの穴のところに中長編みを2つします。1、まあ、1つ目のところにマーカーつけていきます。1つ目の中長編みのためにマーカーつけたら、糸をかけて2つ目中長編みで、糸をかけてこの玉編みの上のところ、ここに針を入れて、まあ、糸端は巻き込んで編めるようだったら巻き込んで編んでいきます。まあね、穴が開いてるので、まあ、この1点だけ留めますね。中長編みで、穴のところ、まあ、いけるかな。これちょっと巻き込んで編んでいってみます。糸をかけて中長編み2つ、穴のところには2つ、で、糸をかけて、ここは目じゃないので、この次のこの鎖編み1つ目のところ、ここに針を入れて、で、ここで中長編み、糸をかけて穴のところに中長編みを2つ、こんな感じでぐるっと一周、最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで最後の目まで同じようにして、一番最後は玉編みの上にこの中長編みを入れました。そしたら最初の中長編みの頭に手前から向こうに針を入れようと思います。で、糸をかけて引き抜きで、鎖編み立ち上がり2目して、糸をかけて根元から左側にまた中長編み編んでいきます。同じ方向で、で、一つ目のところにマーカーつけて、で、いつものようにここで持ち手をつけていこうと思います。ここで一応決めて、端を。で、私の場合はこの底を見てみて、まあ、歪んでる場合があるんですけど、今回はこうチェックして歪んでないので、このままここから一目目として見ていきます。めっちゃね、中表で編んでますね。で、一周が今回72目あって、それを2分割にしたら片面が36。で、36をさらに3分割したら12、12、12で割り切れるので、まあ、それで進めていこうと思います。あれで、今1、中長編みしたので糸をかけて、2、糸をかけて、3、同じように中長編みを12、同じように編んでいきます。はい、こんな感じで12、中長編みをしてきたら、いつものように鎖編みを1、2、3って数えて、持ち手の長さを鎖編みで決めていきます。はい、こんな感じで今回は鎖編みは40目でちょっと長めにしました。で、ここでまた目が入ってないところから 1,2,3 って数えて 4,5,6,7,8,9,10,11,12 開けるので13個目、ここに糸をかけて針を入れて糸を持ってきて、針に3本かかってる状態で鎖編みを左手で持っておいて、新たに糸をかけて中長編み、これがまた1つ目ということで12中長編み編んでいきます。はい、こんな感じで12中長編み編んできたら、いつものように半分で折ってみて、このセットが大体入っているか確認します。で、大体入ってるなーっていうのを見たら、12同じように中長編みをして、12開けて、今回40鎖編みで、12最後まで同じように中長編み編んでいきます。はい、こんな感じで反対側も同じようにして持ち手がつけてこれました。で、一番最後の中長編みしたので、最初の中長編みの頭、手前から向こうに針を入れて引き抜きで、立ち上がりをまた2つして、同じ方向で中長編み編んでいこうと思います。糸をかけて根元のところから中長編みで、これが1つ目っていうことでマーカーをつけて、で、また持ち手のキアまで同じように1つに対して1つずつ中長編み編んでいきます。はい、こんな感じで持ち手のキア2目残したところまで中長編み編んできました。そしたら糸をかけて最後から2番目ここに針を入れて糸をも引き出してきます。で、糸をかけてまた一番最後のところ、ここに針を入れて引き出して、糸をかけて鎖編み1つ目いつものように取っていきます。裏山を手前に置けて、こうした2本かかっているところで糸を持ってきて、新たに糸をかけて引き抜き、3点を1つにします。で、糸をかけて鎖編みのところは裏山を手前に置けて、こうした2本かかっているところで1つに対して1つずつ中長編み編んでいきます。で、こういうところがあと3点、同じところが来るので同じようにして、ぐるっと一周中長編み編んでいきます。はい、こんな感じでぐるっと一周中長編み編んできて、いつものように一番最後は引き抜き編みで終わります。最初の目、手前から向こうに針を入れて糸をかけて
引き抜きます。で引き抜き1つ目ということでマーカーをつけていきます。で1つに対して1つずつ引き抜き編みをぐるっと一緒同じように最後まで編んでいきます。こんな感じで外側を引き抜き編みをしてきて一番最後の目まで針を入れて引き抜きます。でここで10センチぐらい糸を残してカットします。でセッて抜いて、で普通はここで終わりなんですけど、私の場合はこの中もふにゃっとしててすっきりさせたいなと思うので編んでいきたいので3本まとめて置いておきます。で針に糸を通したら最初の目手前から向こうに針を入れて、でこの糸が出てきたところに戻ります。戻ってもう一回ぐっと締めてふわふわっと周りと同じぐらいの目を残して裏に返し返し糸始末をしていきます。こんな感じで何回かしたら糸をギリギリでカットします。できるだけは水を崩さないようにして糸始末しますね。でこの表出来上がりを見て内側も一周引き抜き編みをしていきます。まあどこから入れてもいいんですけど、この中長編みの頭を拾って置いてた糸を、まあ、10センチぐらい糸端の子をして押さえ直します。で糸を持ってきてこの状態で次の目に針を入れて糸端は1回巻き込んで糸をかけて引き抜きます。これが引き抜き1つ目ということでマーカーをつけて進めていきます。マーカーつけて、でこの状態で次の目に針を入れたら次は糸端は外して、で糸を持ってきて引き抜きます。で1点だけ止めて後で糸始末をしていきます。で1つに対して1つずつ引き抜き編みを端のところまで編んでいきます。針を入れて糸をかけて引き抜き、でこの目が入っているところまで針を入れて引き抜きます。でこの編み地を返して、で次鎖編みの裏山が1つずつ残っていっていると思うのでここを取って端のところだけぐっと締め気味にして進めていくとすっきり仕上がります。こんな感じで針を1つに対して1つずつ入れてぐるっと一周同じように編んでいきます。はい、こんな感じで内側も一周引き抜き編みをしてきました。で一番最後の目まで針を入れて糸をかけて引き抜きます。でまた10センチぐらい糸を残してカットします。でスッと抜いて、で反対側も全く同じように仕上げていきたいので束ねておいておきます。で針に糸を通したらさっきと同じように最初の引き抜きの目手前から向こうに通って、でここで引き出して、で糸が出てきたところに戻ります。で戻って、この今カットした糸はこの裏の右側で、置いていった糸は左側っていう感じで分散させていつものように糸始末をしていきます。こんな感じで内側を編むことですっきり仕上がるのでおすすめしています。反対側も同じようにして、で糸始末するところ結構あるので、あれは色別で、まあ今回ねちょっと糸が太いので、まあ、分散させて1本ずつ糸始末をしていこうかなと思っています。できるだけ編み地を崩さないようにして糸始末をしていきます。はい、こんな感じでもう片方も同じように引き抜き編みをしてきました。でこちら裏なんですけど、裏も編み地を崩さないようにして糸始末をしてきてました。表に返してサイズを測っていきます。こんな感じで表に返してきたので、このマチは測っているのでいつものように深さから測っていきます。大体にはなるんですけど、この中心部分で測ると大体20センチぐらい、で横幅を何点か測っていきます。そこのところで大体26センチで、真ん中辺で 26.5 で、上のところで大体25センチぐらいになっています。持ち手、この内側を測っていきます。大体内側をこういうふうに測ると26センチぐらいで、持ち手の幅が大体2センチぐらいになっています。まあ、腕からかけれるぐらいの長さになっています。で糸はこのポストカードピンクが3玉使い切って、こちらは1色ずつ色を変えたんですけど、こちらはそれぞれ1玉あれば作れるかなっていうところで何か参考にしてみてください。このチューリップみたいな形をずっと全体に入れても可愛いと思うし、いろいろ好みによって変えて編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。